マーキス・デオン・グリッソムは、アメリカ合衆国のジョージア州アトランタ出身の元プロ野球選手、ウト右ミギウチ。1988年7月1日、ドラフト3巡名で、モントリオール・エクスポズから指名を受け、7月13日に選手契約を結んだ。プロ2年目となる1989年に早くもメジャーデビュー。8月22日のロサンゼルス・ドジャース戦で、 一番センターで試合に出場し、3打数1アンダ1打点1支給という成績を残した。1990年は98試合の出場で22盗塁を決め、ルーキー・オブ・ザ・ヤーの投票で7位に入った。1991年、センターのレギュラーポジションを獲得し、いきなり76盗塁を決め、盗塁王に輝いた。1992年からは3年連続で、 MVP 投票にランクイン。1993年、1994年の2年間はオールスターゲームにも出場した。1995年4月6日、トレードでアトランタ・ブレーブスに移籍。ブレーブス移籍2年目は打率308、23本類が28盗塁の高成績を残し、MVP 投票で13位に入った。 1997年以降、移籍回数が大幅に増えた。1997年3月25日、トレードでクリーブランド・インディアンスに移籍。同じ年の12月8日にはトレードでミルウォーキー・ブルワーズに移籍した。2001年2月24日、ブルワーズからトレードでドジャースに移籍。2002年10月28日にはドジャースを解雇されるが、 同年12月7日には、サンフランシスコジャイアンツと契約を結んだ。2001年、バリー・ボンズの当時のシーズン新記録となる72号、ホームランを手にした人物となった。フェンス際にいた観客が、グラブでキャッチしようと試みたもののエラー、外野を守っていた、マーキスの元へと転がり込んだ。このボールを、マーキスは、彼は滅多に自分のホームランボールを手にできないからね。 ボンズにプレゼントした。2003年は前年オフに、これまでボンズの擁護役として、貴重な役割を果たしてきたジェフ・ケントが、ヒューストン・アストロズに FA 移籍しており、打線の迫力を欠いていた。そんな中、エドガルド・アルフォンゾや、アンドレス・ガララーが、ホセ・クルーズ・ジュニアらと共に、日替わりで5番に入り、打率。300.20本塁が、79打点をマークした。 2004年も同じく、ボンズの用語役として、ペドロ・フェリスやアルフォンゾラと共に、日替わりで、ボンズの後ろを打ち、22本類が、90打点をマーク。2005年8月2日にジャイアンツを解雇され、その後シカゴ・カブスとマイナー契約を結ぶが、結局メジャーでプレーすることなく、そのまま引退した。100万ドルのホームランボール、ジェネオンエンタテインメント、エーシン。 B00W7E68i ありがとうございます。